ットロッーラーダーゼということで今日はですね2月の個人診断やっていきたいと思います、まあ、毎月恒例になってるんですけど、えー、TikTok の方はですね1万5千人超えてその影響でかなりね送ってくれる人が増えてきたんですけどまあなので、まあ、キッズの子とかもう,うまく取り入れて、えー、まあ紹介できたらなと思いますで前回の個人診断でもめちゃめちゃいいって言った人いたんですけどその方も,もうそもそも僕に送ってくれてたっていうの知らなくて ファッションスナップから借りたんですけど、えー、普通に送ってくれてたりとかしたので。で、まあ、ああいう感じで、なんか個人的にいいなと思った人とかも、違うところから探して紹介できたらなと。特別いい人っていうのはなかなか出てこないと思うので、えー、そういう風に紹介できたらなと思っております。で、その動画が終わった後に、い,まいつも通りね、僕が作ってるアパレルの紹介予約販売をやっていくので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。ということで、早速、トラハッピーです。ふ まず最初は、えー、大阪ポップアップ時の個人診断でなんでニット帽をこれにしたんだろうっていう人がいるんですけど <Okay. S 1> <laughs> その方がさらにこじれておかしくなってたのでちょっと救いたいと思いますで、えー、キャップがスチューシーブルゾンビームスパンツービームス靴ベイプスターということでどうしてこうなった どうしたらこうなるんだって感じなんですけどやりたいことはなんとなくわかるんですよそのブラウン系でワントーンにしてシャツの色味のグリーンをキャップで拾ってとかはわかるんだけどいろいろ考えすぎてこじらせてきちゃってるのであの一旦シンプルにした方がいいと思いますその無理にねあの何、ー、て言うの技を入れてこなくてまあシンプルにした方がいいと思いますで、えー、よりなんかねシャツ入れるのもそうですけど なんかおじいちゃんが孫の帽子借りましたみたいな感じになってるのでうんこういう感じがしたいんだったらまずシャツを出してもらってビニーだったりとかまあシンプルな感じでワントーンにした方がいいと思いますしまあそうだな逆にこういう帽子を目立たせたい場合は他をシンプルにしてキャップで。 えー、キャップと、まあ、スニーカーとか小物とかでグリーン系入れるぐらいがいいと思いますこの感じで言うとかいろんな要素がかみ合っててすげえんか残念なことになってるのではいまず一度シンプルに、えー、戻っていただけたらなと思いますということで次はいということで次は B 系のことを取り上げてみたんですけれどよく最近 B 系についてどう思いますかみたいなあの風に聞かれることは多いんですけど TikTok ライブとかしてたらねよくこうプロクライブはどうのこうのとか東と西がどうのこうのみたいなライブで聞かれるんですよ。でそんなに BK 来てる子いるみたいな全然見ないけどみたいな話したらいや YouTube とかでこうやってて有名な人いますよとかで実際僕も見てみたらあなんか見たことあるわみたいな人もいたりとかしてあそれでこう BK って今こうストリートで流行ってるんだって思うんですけど僕は僕の考えですよ。 あのー、めちゃめちゃこう体格だったりとかが影響してくるジャンルだと思うんですよね。えー、なので例えばタッパーがあって体がいかついと似合うとは思うんですけど身長低くて華奢だったら本当に子供が着せられたみたいになるしその上でサイズ感を選ぶってなってくるとこの子とかだったら、えー、っとプロクラブ 3XL 着てるって言ってたけど僕だったらそのバランス考えて多分サイズちっちゃくすると思うんですよね。ただでかいいい服を着とばいいんじゃなくて そういった意味でバランスも考えていかないとただの昔の,そのコスプレみたいになっちゃうじゃないですか。っていうのはなんか僕あんま好きじゃなくてやっぱ時代はこう進んでるのでまあそれのストリートスタイルの方がまあ僕は若い人とかまあ体格がこうキャッシ人とかにはまあ向いてるかなと思いますし実際にそのラグビー部みたいな体いかつくてごつい人が「僕はモードっぽいなんかサイズビジビジできるのが好きなんです」って着ても似合わないんだと一緒で。 まあもうちょっとなんかこうもちろんそれもいいけど違うジャンルも見てみるのがいいのかなと思って、えっと、今日はね BK についてどう思いますかっていうのを間にちょっと、はい、入れてみましたということでまあ、これは僕の考えなんで次次が B、えー、ーニーが木島隆之アウターがノースフェイストップスがサミットパンツがマットエフェクトこれ僕がやってるやつですねでスニーカーバンズってことなんですけどまあ、色んなバランスが上手だなと思って紹介しました え説明すると B2 がブラウンでパンツもブラウンで合わせてるじゃないですか。で、間にグレーでスニーカーグレーと、こう、間にね、色入れて、これは別の違う色でも、えっと、参考になると思うので、これが基本と思ってもらったらいいんじゃないかなと思っていて、で、まあ、アウター羽織っても色が重いから、まバンダナの赤をあえて入れたのかなっていう感じなんですけど、まあ、ノースフェイスはね、送っていくる人やっぱめっちゃ多いんですよ。ヌプシとか。 なんだあのマウンテンパーカーみたいな着て送っていくる人いるんですけどだいたい普通のデニムにエアフォースワンとかスウェットパンツ入ってそのレアスニーカーみたいなの、ね、でテンプレの量産型ノースフェイスみたいな人が多いんですけどまた違った感じで良、えー、かったのでまあ実際自分のやつ着てるから紹介したんだろうと思うかもしれないですけどはい上手だと思うのでぜひあの参考にしていただけたらなと思います次,、はい、次は前回の最後の方ですねちょうど今日誰のするかなと思ってこう DM 見てたら あこのの人人いいいなと思っっってて見たたらその人だったっていう、ね、でアウターがダイ輪トップスがユーズとパンツがビームスシューズマルジェラっていう感じなんですけど結構まあ初心者の人で色の入り方分かりませんとか派手な色どうやって着ればいいか分かりませんっていう人とかに、まあ、参考になるんじゃないかなと思って今回これ選ばさせてもらったんですけど。 中はめちゃめちちゃ春じゃゃじないですかパーカーカの大大なやつででもやっぱりこうベストとか上着で黒を入れて、えー、パンツ黒、えー、シューズも黒で統一することによってよりそこが目立つしなんかこう初心者の人とかだとマイナスとか見てもらったら分かるんですけどそこになんかまだスニーカーもザ赤に赤みたいなベタベタの合わせてキャップも赤ですみたいなくどくなっちゃうパターンが多いんですけどこういうふうにねこう派手な色味もうまく他のところをシンプルにして。 組み合わせると、まあ、よりこう目立ってかっこよく見えると思うので、まあ、すごく参考になるんじゃないかなと思ってえ紹介しました、まあ、特にこの方とかはねパンツの丈とかも独特なので、まあ、なかなかね普通の人が真似できる感じじゃないと思いますけどはいかっこいいと思いますそことで最後最近見た中でかっこいいと思った人を紹介しようかなと思います最後はね、えー、個人的にかっこいいなと思った方紹介しようかなと思うんですけどドンシーさんっていうジャストドンのブランドやってる方なんですけど RSVP とかセイクショップの方でも、えー、バージュと一緒にやった方ですね。で、えーまあ、最近見てた中でおすげえなと思ったのがまず、あ、色合わせですね。つ、え、ば、ー、裏のグリーンとパンツのグリーンを合わせてつば表の方の赤とそのセーターのインナーで着てるバスケのジャージの赤で合わせるっていうなかなかねインナーにバスケのジャージ着ないんですけどそこの方と色合わせするんだっていうので結構下った。 あのコーーディネートだったたので今回紹介しましまパッと見はなんか派手じゃないんですけどシンプルなんだけどやっぱそういうところが上手いなっていうのと、まあ、前々からねあの服装見ててすごくかっけーなと思ってたので、まあ、今回知らない人もいるかもしれないので、えー、紹介してみました、えー、でこのあ、えー、とは僕が作ったアパレルを紹介して、えー、終わろうかなと思いますということで次ということで最初最高築のセットを紹介していこうかなと思います、えー、生地下裏 っていうね、裏起毛とはまた違った、えー、普通だったらこう薄い生地に感じると思うんですけどその中でもめちゃめちゃ分厚い生地を使ってましてこれ色違いのグレーなんですけど実際にこう畳んでみても裏起毛と変わらないぐらいの、えー、ごつい品質がいいやつを使ってますこれぐらい分厚いんでで、あのー、こっちの生地の方が手術長く切れるっていうのがあって、えー、とこの生地を選びましたサーマルも 初めから縫い込まれてて中、えー、T シャツとか着てもらうだけでレイヤーしてる風になるとでサイドにスイットが入ってて横から見るとこういう風になってるとでスウェットの、えー、上からただこ,のこれもチェックの生地塗っただけではなくてチェックの生地を織り込んで塗って立体感が出るようにしてる再構築、はい、スウェットとなっておりますでさっきも紹介したみたいに、えー、色違いのグレーもあってそちらの場合は、えーサ,ーーえー、サーマルがクルーになってるという感じですね 最近この着ャ力でも個人的に好きなのでまた何かのアイテムで作ることはあると思うんですけど、まあ、今までパーカーは作ったことあると思うんですが、まあ、セットは作ったことないのでぜひ、まあね、この機会によろしくお願いしますでサイドのチェック柄も今まではこう古着の、ね、生地とかをっ使って作ったりとかもしてたんですけど今回はもう統一してこの黒とグレーの生地を選んでますので、まあ、そういうなんか色が何が来るかわかんないという心配もないと思いますし えーまあ、どういうふうに着るかって言ったら、まあ、上着着たらチック柄は見えなくてレイヤードのセットとしても使えるし脱いだらこういうふうにチック柄入ってるっていう、まあ、1枚着るだけで全然こう見た感じがね普通のセットとかとは違うので、まあ、ちょっと差別化破りたい人とかは、まあ、おすすめのセットということで今回、えー、初めてセットを作りました次はパンツ紹介していきたいと思います 次はスウェット生地のトラックパンツを、えー、作ってみましたこちらは、えー、先ほどのスウェットの生地と同じ生地を使っていて本当この生地良くて、ね、シルエットは細めではなくて、まあ、みんなが思い浮かべるトラックパンツの形、えー、にしておりますあんま細いとちょっとマンジっぽくなるかなと思って、えー、そういう風にしておりますでサイドの部分は、えっと、バンダナィンティージのバンダナと、えー、プリントしたバンダナでこうかすれたような、ねえー、加工をしてる 生地を使ってそのところを、えー、ジップをつけてるのでハイカットの靴とを履く時はこうやって開けて履いても履けますよっていうふうな、えー、パンツを作りましたまあ末パンもまあねなかなかこう自分がしっくりくるものがなかったのでまあ初めてまあ作ったという感じでまたこう何て言うんですかねブランドとかで出してる感じとはまた 履いてみたら分かるんですけど違った感じになってるので、ぜ、ま、ひ、あ、この機会に黒だったら履きやすいと思うので、えー、よろしくお願いしますで。サイズの展開もワンサイズ展開なんですが、えー、丈の長さは、ね、いつも通り、えー、分けてあるので、身長が高い人とか、まあ、あんまり身長高くないよって人も対応できますし、値段も、えー、先ほど言ってなかったんですけど、スウェットもパンツも1万7600円ということで。 えーまあ、こういうね、ヴィンテージの生地とか使ってても、リーズナブルだと思うので、ぜひこの機会にチェックしていただけたらなと思います、えー、受注期間は、えー、今日から28日までの3日間となってますので、でやっぱりこう発売した後に、もう1回作りませんかとか、販売ありませんかっていう声がめちゃめちゃ多いんですけど、基本的にはまあ再販しな,いしないので、まあ、このタイミングでき、ねまあ、今日かな、昨日か、もうみんな給料日だと思うので、えー、買っていただければなと。 思いいますはい、ということで今日は、えー、スウェットとスウェットパンツのトラックパンツですねスウェットの生地のトラックパンツ紹介しました。